青森ねぶた祭り、毎年8月2日から7日に青森県青森市で開催される夏祭りです。300万人以上の観光客が訪れ、1980年には国の重要無形民俗文化財に指定されました。その起源にはいくつかの説があり、坂の上の田村麻呂が江西討伐の戦場において敵をおびき寄せるために作った大きな人形がねぶたの起源になったという説が一般的によく知られています。中には津軽為信が関わったとされる説も存在します。お盆の時期、京都滞在中の津軽為信は家臣の服部康成に二間四方の大灯籠を作らせ、都の人々に見せたといいます。その大灯籠がねぶたの起源だという説です。その服部氏の菩提寺が青森県弘前市重森前林街にある安政寺です。服部康成は弘前藩の家老で、関ヶ原の戦いにおける大垣城の戦いで津軽為信に召し抱えられ武功を挙げたといいます。安政寺には為信、信平、信義と三代の弘前藩主の肖像画があります。これらの掛け軸の中では為信像の画風が最も優れており有名です。為信像は服部康成が寄進したもので、康成は同じものを3幅描かせ、津軽家と近衛家に1幅ずつ、そして残りの1つを自分の菩提寺である安政寺に納めたとされています。津軽為信が服部康成に作らせたという説のあるねぶた、東北最大の火祭りと言われ、初夏になると市内のあちらこちらからねぶた囃子が聞こえ、青森は夏本番を迎えることとなるのです。